こんにちは。こんにちは。リップスヘア吉祥寺園の、スタイリストのゆきとです。アシスタントの水野翔太です。はい、今回ですね、このチャンネルのショート動画で上がっている、スパイティーショートの動画があるんですけど、今この子が、バズっていて、このスパイティーショートの2人のやり方をちょっとコメントで教えてほしいっていうことがあったので、ちょっとこちらのスタイリングのやり方を今日はやっていきます。毛先がフリーチモーなので、ダメージがある人はフックスのヘアオイルの青色が、これがダメージに特化しているので、こちらを使っていきます。ダメージが多いのは根元よりも毛先なので、基本的には毛先を揉み込む形でしっかり全体につけてあげてください。今回はこの右側の、ザングロスワックスと左側のマットハードワックスを1対1の割合で混ぜて使っていきます。それでこれぐらいでやっていきます。手をつけていきます。しっかり中から揉み込んであげると動きが出るので、しっかり揉み込んであげてください。で、中側からつけたものを今度は下ろしていきます。下ろすときに結構やりがちなのが、手のひらと5本指全体でバーッと下ろしてしまう人がいるんですけど、そうすると結構ぐちゃぐちゃになってしまって振り下ろしづらいので、基本的には指先の腹ですね、だいたい指は 2,3 本ぐらいで振り下ろす感じで、細かく下ろしてあげると綺麗に降りてくれるので、スタイリングが楽にできます。まずこれで全体を下ろしていきます。はい、後ろは、これで終わりです。サイドから前にかけてワックスをつけていくんですけども、トップから一枚一枚めくるような感じでペラペラ後ろにめくっていきます。全体めくってあげたら、中側からワックスを指をこう中に入れ込んでつけていきます。イメージとしては頭皮をマッサージするような指の入れ方で、しっかり中側に入れ込んであげるとワックスがしっかり根元の方についてボリュームが出るので、この動きでやってあげてください。全体的にワックスがつけ終わったら、バックと同じでしっかり握ってあげてください。今日のスタイルでポイントとしては、サイドがちょっと跳ねてて動きがあるようなスタイルになるので、この時点で1回ここは挟んで上に持ってって擦ります。そうするとサイドが外に跳ねてくれるので、これを両側でやってあげます。そうするとサイドに動きが出てくれたので、このまま1回下ろします。で、下ろす時に今日は上げが、右側から左に上げるので、下ろすときは左に上げる分、左の方に下ろしてあげると、この前髪の流れと上の毛が一致して形が綺麗に作れるので、下ろすときは真ん前じゃなくてちょっと左側に下ろしてあげてください。この時も、指の腹 2,3 本で下ろしてあげるイメージやってみてください。この時に上から振り下ろすとちょっと引っかかってしまうっていう人は、上めくって下から少しずつ下ろしてあげると振り下ろしやすいし引っかかりにくいので、そういう人は下から下ろしてあげることをおすすめします。で、こっからが、おしゃれポイントになるんですけども、あえてこの前髪の内側の毛を内側にこぼしてあげます。両側こぼしてあげます。そうするとちょっとこじゃれた感じになるので、他の髪型と差をつけられるポイントになるので有効活用できるかなと思うので、こんな感じで思いっきりこぼさずに軽くこぼすだけでちょっとおしゃれに見えるので、ぜひやってみてください。あとは髪型のシルエットを整えていきます。髪型で言うと、日本人の人は横が張りやすくてトップが潰れやすい人が多いので、基本的にはトップをボリュームを出したいので、しっかりここを立ち上げてあげます。顔周りは
ちょっとボリュームを抑えてあげるとキュッと締まってくれて小顔効果が出るので、ここは少し抑えてあげてください。でやってあげるとこんな感じで完成でございます。今回は、スパイキーショートの、ちょっと違う髪型アレンジということでこの髪型をやらせてもらったので、まあ普段単発のヘアでちょっといつもと違うスタイリングをやりたい方だったり、ちょっと動かししたちょっとおしゃれな髪型を挑戦したい方はこの髪型がかなりおすすめだと思うので、ぜひやってみてください。もし、この髪型がやりたい方だったり、スタイリングわからない方は、リップス吉祥寺店で、お待ちしますので、ぜひお越しください。お越しくださいじゃあそれではさよならさよなら